藤原美紀夫は、地方競馬の笠松競馬場、後藤正義旧社所属の騎手である。勝負服の柄は、道次郎、青一本輪、袖次郎、青縦島。静岡県出身、身長155センチメートル、体重47キログラム、血液型 A 型。地方競馬教養センター騎手家庭第73期生。2001年3月31日付で、 地方競馬騎士免許を取得し、山下清春9社からデビュー。同年4月1日第1回笠松競馬1日目、第4競争サラ KBC 組混合戦、カシノエンドレスで初起乗。同年4月3日、第1回笠松競馬3日目第5競争荒系 A 組一般戦をタイムリープで優勝し、初勝利。2005年地方競馬通算100勝達成。 2007年8月1日付で、山下清春旧社から町野義高旧社に、所属変更した。2010年2月21日、第20回笠松競馬1日目第5競争第1回、マサヤンランドカップ C32 組一般戦を、ザバトルケンタで優勝し、地方競馬通算200勝達成。2016年5月1日付で、笹野博旧9社に所属変更した。 そして2018年6月5日、名古屋競馬場において開催された、ダービーシリーズ2018、愛知県知事杯第48回東海ダービーを4番人気のビップレイジングで制し、ダービージョッキーとなる。2019年2月1日付で、後藤正義級者に所属変更した。 地方通算成績は9208743章2着723回3着795回、勝率8.1%、連帯率15.9%、重賞は3勝。ありがとうございます。